はい。ですね。まあ、ツイッターとかでは報告してたんですけど、あの、2、3ヶ月前にあの、クーの、あの、去勢手術が終わりまして、次、あの、子供たちの去勢手術。この、どこだ？いた。モフコですね。モフコ。メスなんで。あともう一、もう2匹。あの、シンバと、あそこにいるベアです。わかりますか？今アンテナつけてる。で、ベアがですね、昨日手術して退院しまして、こんな感じで今アンテナつけてます。で、もう一匹、シンバ。シンバはですね、もう手術を終えて、で、お腹がこんな感じになっております。ちょっとあの、切り込みっていうかあの、手術後ですね。ね、シンバ頑張ったね。で、あとですね、モフコ。モフコはね、来週。モフコ来週手術だよ。去勢手術。モフコ。モフコ。モフコ、なんで怒んの、そうやって。モフコ。怒んないの。モフコ。来週去勢手術ね。ああいう感じでアンテナつけるんだよ。まああの子猫たちってだいたい半年ぐらいすればあの手術して平気みたいなんで、まあ、ちょうど今半年ぐらいだったんで手術始めました。でモフコの方も血液検査終わったんで、あとは来週手術ですね。ね、手術だよ。去勢手術。報告でした。あら、うんこいっぱい。